はいみなさんこんにちはバイトサイズジャパニーズのレイラです元気ですか今日は、えー、まあ私が仕事のえ自分の仕事の好きなところ楽しいところをちょっと話したいなと思いますで結構ポッドキャストでまあ一つ前のエピソードもそうなんだけどあの私はよくこう会社の嫌なところとか まあ日本の働き方の嫌なところをよく話したりしてるんですね。でまあ確かに嫌なところはよくあるんだけどでも楽しいことや好きなこともあってだから今日はねあの私が働いていてまあ楽しいなぁと思うところなんかね話したいなと思います。で皆さんどうかな働いてる人も多いのかな どううでしょうか最近ねこのポッドキャストを聞いてくれている人がすごく増えて YouTube だったら、えっと、登録者サブスクライバーが4万人以上かなであともちろん、えー、spotify とか apple podcast とかでね聞いてくれている人もたくさんいるのでほんとねいろんな国の人が もうたくさん聞いてくれていてねちょっと恥ずかしいぐらいなんだけど本当ね嬉しいですだから多分会社で働いてる人もいるしまあ学生の人とかあのアルバイトしてる人いろんなあの生活生き方をしている人がいると思うんだけど私の今の仕事はまあ一つもちろんこのポッドキャストねでもう一つはえっと 友の浦っていう日本の小さい町で古い建物家をまあ直してきれいにして、えー、とゲストハウスにする仕事この2つをね、えー、しています。まああとは今この4月から大学院にまた入学したので一応大学生です。まあやりたいことはあのいろいろ楽しんでやっていると思います。 でまずねこのポッドキャストの私が好きなところはやっぱね自分のね好きなことを好きなん時間で話せることまあこのポッドキャストは私一人でやってるのでもちろんねあの字幕を作ってくれる編集者の人がいるんだけどなんかもう本当ね好きな テーマを自分で決めて好きな時間にポッドキャストを作れるしかもポッドキャストを聞いてくれる人は本当ねいい人が多くて優しいコメントをくれたりするんですねだから本当ねポッドキャストやめたいとか嫌だなって思ったことは一回もなくって本当ねこのポッドキャストができるのが幸せだなって思うんですね。で まあ、今の私のポッドキャストのスタイルは私一人がね、あのー、10分ぐらい話すスタイルなので、まあ、本当はね会話とかができたらもっとみんなの勉強になるからいいなと思うんだけど、まあ、そこまでね頑張れてないので、まあ、もうちょっとね、えー、ポッドキャスト続けてもっとみんなに勉強になるような。 エピソードなんか作れたらいいなってすごく思っていますだからほんとねポッドキャスト私も大好きで英語の勉強はもうほとんど全部ポッドキャストでしていますオーディオブックとかも好きでなかなか聞くチャンスがないけどでも1ヶ月に1つぐらい、えー、本をこう音でね聞いたりもしていますだからほんとねあの 耳で勉強できるってすごくいいですよね。私もポッドキャストがまず大好きね。でもう一つのホテルの仕事なんだけど、これもすごくね私が好きなことで、こう日本のすごく古い家や建物をこう大切にして直して、でこれからも使っていく。やっぱり古い家は使わないとすぐに もうダメになってしまうので、早く直して、綺麗にして、ゲストハウスとしてお客さんに泊まってもらう、楽しんでもらう。これはすごく私もいいことだと思ってます。で、やっぱりね、新しいこのホテルを作るときに、こういろいろコンセプトを考えたりね。ソファーはこんなのがいいとか、ベッドはこんなのがいいとか考えて。 作るるのは本当ねワクワクするしやっぱねそういう仕事って一人じゃ絶対できないないいって思いますやっぱものすごくお金がかかることですよねこういう古い家を買って直して、ね、家具とかも買ってでものすごくね最初にお金がかかるので,で今私が働いている会社は。 本当ねすっごく小さいんですね。まあ社長さんが一人でも社長さんはいつも、えー、東京にいますでまあスタッフが二人私とあともう一人の人、まあ、あとは、まあ、この会社とその会社を作った NPO があって NPO には、えー、3人ぐらいスタッフがいるんだけどほんとねすごく小さい。 会社でもうみんなと本当にとに友達というか本当にフラットにフランクに、えー、話ができてもう自分の思ってることも全部言えるような場所ですだから本当ねそれがすごくいいかな。まあ私もね昔はこうフリーランスで一人で家で仕事をしたいなとか思ったこともあるけど。 そうやってこう人とこう話し合いながら一緒に何かを作るってそれもねすごく楽しいことだなって思いますやっぱり一人じゃできないことだからだからジムとか一人でパソコンを使うような仕事は家でオンラインでして一週間に二日とかねそれぐらいそのホテルに行って で体や頭を使ってこうみんなで、えー、新しいものを作るっていうのをやれるとすごくいいなと思うんですね。であともう一つ私のホテルの仕事で楽しいのがいろんな国のお客さんが来るんですね。本当ねもういろんな国まあニュージーランドとかイギリスオーストラリアアメリカフランスがめっちゃ多い。 スイスオーストリアもちろんアジアのマレーシア、えー、中国台湾韓国シンガポールとかほんとねいろんな国の人が来てくれていろんな国の人と話ができるのはほんとねすごく楽しいです。まあ、私もね英語を勉強してるからお客さんと英語でね話して街のまあ紹介をしたりとか。 すするのもすごく楽しいまあそんな感じかな私が楽しいと思うのはうん。<laughs> まあだけどやっぱねこう私もちょっと、えー、心配性っていうのは心配をする性格のことね心配性。で心配性でこのポッドキャストが。 いつかなくなってしまったらどうしようとかこの友野浦のホテルの仕事はちょっとお給料が低いからなんかどうしようとかもうちょっとお金を稼ぐためにはこう他にどんな仕事ができるかとかやっぱりねいろいろ考えちゃうんですよねまあ最近はねよくそんなことも考えるんだけどまあ皆さんでもそうだよねどんな仕事もそうだと思う この仕事がなくなったらどうしようって考える人がもう九十五パーセントぐらいじゃないでしょうか。でもね、やっぱり心配ばかりしてると本当今を楽しめないのはよくわかるので、なんか今を楽しみながら将来のことにもなんかワクワクできるように生活したいなと思う。例えば将来のことを考えて。 英語、日本語を勉強するとかなんかスキル、まあ、プログラミングを勉強するとかねそれがこう心配ストレスにならずにワクワクして将来のために頑張るそんな風にしたいなと私は思ってますうんまあそんな感じかな今日話したかったことは。ね、仕事にもやっぱり、 なんかいいところと、まあ、ポッドキャストはねほとんどいいところなんだけどホテルの方の仕事はどうしても他の人とね仕事をするとやっぱりねやっぱりどうしてもこうちょっと気を使ったりとかできないことがあったりとかうーんお金が低いとかなんかやっぱねどうしてもこう嫌なところをね見つけてしまうんですよね。 まあそれでもね私は楽しんでやれてるかなと思っています。まあ、あとねホテルの仕事ですごくいいところはシェフがね、ね。お昼ご飯をいつも作ってくれるんです、ねまあ、仕事に行くと10時にお茶とお菓子で2時にシェフのお昼ご飯でまあ4時にコーヒーとお菓子みたいにすごくねおいしいものをね たくさんもらえるのがもう、うん、<laughs> 幸せですよね、はい、今日はなんか本当私が思ったことを話しただけのエピソードなんですけど、まあ、最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます、まあ、皆さんもね自分の仕事とかやってること勉強とかね楽しんで毎日楽しく過ごしてください私もそうしたいです じゃあ、今日はここまでね。いつもありがとうございます。お疲れ様でした。バイバイ。